株主のバンボットだぜ。生徒のマリサです。オタクやは、始めるぜ。サンダーバード国際救助隊の6回目ですね。うむ、今回の話は、サンダーバードのメカが、1号から5号まで全て登場する回だ。ということは、今まで登場しなかった4号も、今回初めてお目見えするってわけですね。そういうことだな。4号を操縦するゴードンも、今回任務に就くから見逃せない回だ。それで、今回はどんな話なんですか？タイトルは、原子炉の危機だ。おお、タイトルだけでもヤバそうです。今回登場する原子炉は、海水を蒸留して、灌漑用水に利用する目的らしい。海水を真水にする仕組みって、ありますよね？原子炉が必要なんですか？今では浸透圧を使った、フィルター式の真水変換システムが普通にあるな。しかしこの話が制作された1964年には、実用化されていなかった技術だ。それで原子力なんですか？当時は、原子力は万能の道具と思われていた面がある。とにかく原子力を利用すれば、何でもできるみたいな。それって、魔法とごっちゃにしてません？今回は、あのフットが登場するぞ。ああ、1回目にサンダーバードの秘密を狙って、爆弾テロを仕掛けた男ですね。ああ、このフットは原子炉の情報を得るため侵入したが、見とがめられ発砲、そのため原子炉が暴走してしまう。なんてことを。放射能の霧がメルボルンの街を襲う危機が発生するが、幸運なことに、風が吹いて最悪の事態は免れた。このフットという男、迷惑なやつですね。秘密をつかむことに失敗したフットだが、それでも諦めず、今度は別の原子炉施設に狙いを定めるのだ。嫌な予感がします。フットはネズミの形をした秘密道具を手に入れ、原子炉の写真を撮影させる。さらに原子炉に爆弾を仕掛け、国際救助隊をおびき寄せる計画を立てるのだ。1回目で失敗したのに、まだ諦めていないんですか？今回は秘密兵器があるからな。このネズミロボットで、サンダーバードの秘密を暴こうという計画だ。ところが今回は、ペネロープが同行してきた。え、あのイギリス貴族のお嬢ですか？なんでまた、わざわざ？要するに秘密情報員だけの活動では、国際救助隊の正式なメンバーとしての自覚がないから、ということらしいな。ははあ、ペネロープの志願というわけですか。ところがこのペネロープの飛び入りが、フットの計画をとんでもないものにしてしまうのだ。どういうことですか？サンダーバード2号に忍び込んだネズミロボットだが、それを目にしたペネロープが大騒ぎをしてしまう。結局、ロボットが撮影したのは、ペネロープの恐怖に怯える表情だけ、という結果になってしまう。今回もフットの計画は失敗、ですね。そういうことだ。今回の話の主要なテーマは、原子炉だな。原子炉への爆弾テロだとか、暴走だとか、いろいろヒヤヒヤさせられるお話ですね。ところで気になったのは、この棒、何ですか？ああ、これは制御棒ってやつだな。原子炉の中性子を吸収し、核反応を制御するものだ。人の手で押していますが、そうなんですか？いや、制御棒というものは、外部から遠隔操作して、動かすのが普通だ。人力で動かすものじゃないな。アーウィン・アレン製作の、原子力潜水艦 C9 号でも、人力で制御棒を動かしていたが、これは初期の原子炉で使われていた方式だ。まあ、スイッチを操作して制御するより、やはり人間が必死な表情で演技した方が、視聴者に伝わるからな。そういう理由もあるんだろうな。人の手で制御棒を操作するなんて、初期の原子炉でもありえないからな。初期の原子炉っておっしゃいましたが、そもそも原子炉って、いつからあるんですか？約、20億年前だな。は？だから、約、20億年前、アフリカのオクロという地層から、20億年前の天然ウラン鉱床が発見された。そのウラン鉱床には、ウラン235の割合が極端に低かった。その理由は、30万年にわたって、ウランが核反応を続けた結果だと判明した。つまり世界最古の核反応炉が、20億年前に存在した、ということだ。師匠、私の聞きたいことはそういうことじゃなくて。わかっとる。最初の核反応炉が作られたのは、1942年のことで、場所はシカゴ大学の、フットボール球技場に隣接する、スカッシュコートでのことだった。1942年ってことは？あ、日本がアメリカとの戦争を始めた翌年じゃ、ないですか？そうだ。すでに原爆製造の、マンハッタン計画は始まっており、この原子炉は計画の一部だった。計画の中心は、イタリアから亡命したエンリコ・フェルミと、ハンガリー人のレオ・シラードが設計を担当した。じゃあ、最初の原子炉は、発電などの目的じゃなかったんですか？原爆に使うプルトニウム生成のためだな。発電目的の原子炉は、1960年代終わり頃に、ようやく実用化されるようになる。師匠、原子炉も気になりますが、もう一つ気になることがあるんですが。うん？何が気になるのかな？あのネズミロボットですよ。サンダーバードを盗撮しているのに、どうしてカメラ探知機が働かないんですか？確かシリーズ1回目で、カメラ探知機が働いて、フットがひどい目にあったじゃないですか。それは説明できるな。1回目の解説で、コンピューターに世界中のカメラの作動音を記憶させており、その作動音がしたら、探知機が警報を出すシステムだ。はいはい、そうでしたね。しかし画面でネズミロボットが記録した画像は、フィルムではなく、どうやら電子的に記録されているようだ。それじゃ、あのネズミロボットのカメラは？そうだ。いわゆるデジカメだと思うぞ。はは、それでシャッター音がしなかった？そうだ。だからカメラ警報が働かなかったとも考えられるな。ペネロープが大騒ぎして、怪我の功名ですね。でも、なんで女の人って、ネズミが嫌いなんでしょう？そうだな。リスなんかだと可愛いってテンション上がるのに、ネズミもリスも、同じ月種類の仲間なのにな。
ところでマリサよ、サンダーバード考察、6回目になったので、そろそろ別の考察をやりたいと思う。え、サンダーバード、途中ですが？そうなのだ。やはり同じテーマで続けると、わしの意欲も落ちてくるしな。ここらで気分転換で、別な考察を挟みたい。ということは、まさか、あれを？そうなのだ。次回はやりたかった、とんでも SF 映画特集をやるぞ。この動画が気に入ったら、コメント、高評価、登録などよろしくね。ついでにウプ主の番僕と作者ページも覗いてみてくれ。それからプイッテアのフォローも頼むぞ。サブチャンネルの番僕とのゆっくり動画もチェックよろしくね。それでは次回の動画をお楽しみに。